ヘルマン公園ヘルマン公園はドイツのユダヤ人哲学者。公ンとも呼ばれる。新カンとハマールブルク学派の創設者の一人として知られ、時に19世紀で最も重要なユダヤ人哲学者と称せられる。アンハルトベルンブルク公国のコースビヒで熱心なユダヤ教徒の家庭に生まれた。父は公園が3歳半になった時からユダヤ教の教育を始めた。 公園はラビになるべく、1859年に、ブレスラウのユダヤ神学校に入学するが、興味は、神学から哲学へ移り、ブレスラウ大学、ベルリン大学で学び、ハレ大学にてアリストテレスに取り組み、学位を取得。そして数学と自然科学の研究に専念する。その中で、イマヌエルカント研究に取り組み、1871年に、 純粋理性批判の注釈書である、カントの経験の理論を書く。これが、フリードリヒ・アルベルト・ランゲに評価され、1873年に、マールブルク大学の講師になる。さらに1876年には、ランゲの講座を引き継ぎ、哲学生教授になる。その後も、1877年には、実践理性批判の注釈書である、カントの倫理学の基礎付けを、 1889年には判断力批判の注釈書であるカントの美学の基礎付けを出版し、1880年にマールブルクへやってきていたパウル・ナトルプと共に新カント派マールブルク学派の形成に貢献した。この期間の弟子にエルンスト・カシーラーがいる。さらにカントの思想に基づきながら、1902年の純粋認識の論理学、1904年の 純粋医師の倫理学、1912年に純粋感情の美学を立て続けに出版し、独自の哲学を展開していく。そして、アカデミズムにおける反ユダヤ主義勢力のために、1912年に大学を辞職し、ベルリンへ移る。1913年より、ユダヤ教学アカデミーで教え始めるが、これ以後の講演の関心はもっぱら宗教に向かっていた。 1915年に哲学体系における宗教の概念や、1915年にはイチョユダヤ教の源泉からの理性の宗教を出版する。この期間の弟子にフランツ・ローゼンツバイクがいる。1918年、ベルリンで死去。著作日本語訳表伝。ありがとうございます。